どうも、ミスター X です。カモさん、ありがとうということでですね、今日もカモチューブに感謝ということで、今日の、言葉はですね、カモ頭義人を信じてみようということで、カモ頭義人を信じてみよう、これですね。まあ、なぜこの言葉をが私に響いたかっていうと、どうですか、自分のことに置き換えて、考えていただきたいんですけど、会社とか今自分の関わってる人の中に、この人だったら信じられる、この人を真似してみたい、この人からいい影響を受けてる、この人とずっとつながっていたい、この人と出会えて最高だ、人生最高だ、本当に良かったって思える人がどれぐらいいるんでしょうかね。少なくとも私は昼間の仕事の会社にはいないです。探してはいる、でも出会いはない。今まで12年間、まあ、今14年目かなに入ってますけど、なかなか出会うもんじゃないですね。なかなかこの人を信じてみよう、この人だったらって、この人を真似してみよう、この人から学びたいって思える人って少ないですよね。少ないというかほとんどいないですね。人生でどうでしょう、1人、2人、3人出会えたらもう人生最高じゃないですかね。まあそういう人をメンターとかって言ったりもすると思いますけど、とにかく鴨頭義人を信じてみようっていうことで、私は毎日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 鴨さんの動画、過去の動画も、まあ、最新の動画も見ています。そこから本当にですね、まあ、こうやって動画を撮れるようにもなりましたし、カモさんの思いですよね。1企業にカモチューバーで承認空間を日本中に作るっていう、これで世界を変えるんだ、日本を変えるんだっていうことを聞いた時に、あ、 YouTube 使ったらできるなって思いましたね。みんなが YouTube を使ってカモさんが言ってることを信じて、それを発信してアウトプットすれば変わりますよ、日本なんて絶対変わるっていうふうに、私は思ったので、こうやって、まあ、動画をですね撮りながら、まあ、今日も発信してるわけなんですけども、本当にね、カモチューブに感謝の気持ちですよ。本当に無料、超有料級、もう有料ですよね、有料を無料でばらまいてると。もう新たな戦略っていうところ、ビジネスのことも教えてもらってるし、マインドセットのこと、話し方のこと、人生のこと、生き方、いろいろですよね、についてカモさんは発信してくれてる。それをどう受信するかで人は変わると思います。まずは発信する、インプットしたらアウトプットする、これをすれば必ず変わると私は信じてますし、これからも動画を撮っていきたいと思います。ではですね、今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。